今夜のこの時間は「21世紀のパンセ新しい戦時下について」と題して作家の辺見洋さんに語っていただきますヘンミヨウさんは元共同通信社の記者で主に外信部で活躍され北京特派員時代は中国報道で日本新聞協会賞を受賞しています。 また共同通信時代に書いた小説「自動気象装置」で芥川賞を受賞世界各地の食食べることと人々の営みをテーマにしたルポルタージュ「物食う人々は」はノンフィクションの名作として知られていますこのほか詩集も刊行していて中原中也賞や高見潤賞を受賞しています その逸見さんが今パレスチナをはじめとする世界情勢や世の中を取り巻く状況メディアや言論表現について語るとともに私たちのありようについて問いかけます。こんばんばはようです僕はでですす僕ねいい、えー、いよいよお弱い80になる とということになりましてです、ね、えー、世の中の動きそれから80年間自分がつらつら考えてきたことをにですね突然大きなズレというか断層みたいなものを感じてですね夜中に目が覚めては焦然と考え込むと。という ことが多くなってきたんですねそれで今日は機会があってたまたまここで皆さんとお話しするわけなんですけれど自分が何か結論があってお話ししたいっていうよりもえこんなに基本的なことは分かっていなかったのかということについてお話しできればなというふうに思います。パレスチナの学校とか 病院ですねこともあろうに病院とかが爆撃されて80人も死亡したという事件がありましたずっと続いてるわけですけどもでイスラエルがですねご存知のように南部に逃げろと,と言っておきながら今度南部を爆撃して40人死ぬと。 その必要さというのを僕は80年間生きてきていろんなものを見ながらですね、うん、80年生きてきたということはどういうことかというとです、ね、1944年に生まれているわけですね敗戦の1年前に生まれているわけですけれどもまあ大抵のことは見ているんだけれどもそれ,それと漠然とイス,イスラエルっていうものの成り立ち についても一般的な知識はあるんだけれどもどうしてここまで過酷になれるのか残虐になれるのかっていうことについてはあー残念ながらわからないえということなんですね分かったようなことを言うのは簡単なんだけど本当,本当はっきり言ってわからないわけですまあこれはそのわか,からなさっていうことについては 僕は実はボスニア・ヘルツェゴビナも行きましてその時もわからなかったわけですけれども、えー、このわからなさを自分の中でどういうふうに処理するかというか、えー、自分の中でどういうふうにどこの自分の体の中にどこに置いて生きていくのかということをよく考え いるわけですまああのー、ヨーロッパについては特によくわからなくてですね僕はびっくりしたんだけれども例えばドイツですねドイツっていう国はあやっぱりホロコーストの歴史を経てですね歴史を経験したっていうこともあって、えー、イスラエルをですね今回は ある意味で全面的に支持してしまったと,ということですねで、若い人はもちろん反発しているわけだけれども、これもある意味でなんか衝撃的な事実なわけですね、でよくダブルスタンダードというふうにあの今のバイデンアメリカの,あの政権なんか言われているけれども、これダブルスタンダードという方がおかしいんであって、バイデン政権はもともとアメリカの政権は、あ イスラエルの後ろ盾であってですね同時に、えー、ウクライナの戦争ではウクライナに対して援助をして言ってみれば代理でそのそのウクライナに戦争してもらっているみたいなところがあったと思うんですねだからアメリカの管理の中でのアメリカの管理下でウクライナ戦争というのを戦ってきたとっていう側面があると思うんですよ。 ただやっぱりわからないのはですねこのどうしてここまで人間が過酷になれるかっていうことですねそれからあー戦後80年ぐらい経ってつまり僕,僕はですね80歳っていうことはまもなく来年の9月27日に僕が80歳になるわけですけれども。 80っていうのはそれなりのですね、ままあ、戦後と一緒に生きてきてみ,みたいなあ男なわけですけれどもそれなりに分別もついてですね、えー、紛争の処理なんかについても人間社会っていうのはあもうちょっと平和的に理論的にも整然とですね、冷静にやれるんじゃないかというのが普通だと思うんですね。それが、 あちこちでそれが叶わなくなってきてるのはなぜなのかとということを最近しきりに考えるわけですね僕が一番心配っていうか自分のまあ、こうじゃないといいなと思うんだけれども残念ながらこうなるんじゃないかというふうに思っているのはですね 今言った通り人間はそれほど戦後79年経っても、あのー、そんなに成熟はしていないと思想が豊かになってもいないとでちょっとした紛争一つ、えー、処理できなくなっているとういう中で私が最大限に心配というかイメージするのはですね 核兵器の使用なんですねこれはあウクライナについてプーチンがちょっとほのめかしたりたりしてるそれから公式には認めてないわけだけれどもイスラエルも持っている、えー、で実はそういうものをイスラエルなりのネタニヤフの自意識の中で核兵器を保持してるっていうのがあると思うと。 おその核兵器の使用っていうのがあるんじゃないかっていうふうにという予感ですねこれが僕の長く持っている予感として、えー、あるんでこういうことなんですね例えばその戦後79年で科学技術,技術っていうのはですね驚くほど進歩したわけなんだけれども。 テクノロジーは飛躍的に前進したんだけれども思想ですね思想というのはあるいは人間の考え方っていうのは全く進歩してないんじゃないかというのが僕の持論なんですね。これはなぜなのかというよりもこの技術的進歩っていうのは不可逆的っていうか逮捕できない。 えー、どん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 進んでいく、特に軍事技術についてはそうだと思うんですね、最近のメディアの報道を見てると、ウクライナについても、それからパレスチナについても、なんか論評というと軍事、軍事技術のについて話すようにの哲学がほとんどない、えー、なぜこういうことが持続的に戦われるのか、なぜ、 赤ちちゃんととかか子供たちとか老人たちがですね次々に当たり前のように殺されていくのかとそれに対する批判公害がなくてですねこういう兵器が使われたこういう新しい兵器が使われてそれをアメリカが供与したいついつつくというふうな話で手一杯になってるこれはむしろそれ自体が僕は基本的に非常に危険な傾向ではないのかなというふうに えー、思ってるんですねで僕が思ってるのはですねここなんですよ。今歴史的的ににに非常に危機的な段階にあるんんだと思うんですねで昔はですね僕が若い頃はこう思っていたんですね。歴史的な危機が到来したらですね来たら何どういうアイデンティティっていうものが大,大事な突出するかっていうと。 階級的って言うんですかね、えー、例えば貧乏人が立ち上がるとかですねそういうアイデンティティがあーが凌駕するんじゃないかと思ってきたわけなんだけれどもそうではなくてですね民族的ないしは宗教的アイデンティティが突出してくるっていう傾向をですね僕はちょうどボスニア・ヘルツェゴビナの辺りからびっくりしてこう。 それれに驚かされてきたわけですね、えー、例えばウスターシャとチェトニックというふうに言われますけれどもかつての戦いがあ今の歴史に残って、まあ、歴史心理学と言いますけれども敵の墓をまた掘り起こしてですね死体,に死体を損壊するぐらいの憎しみをですね、えー、ボスニアヘレツゴミナの人たちが持ってたということについて 本当に驚いてるでじゃあその人たちは非常に基本的に野蛮なのかというと実際会って話してみると全然その後とはない、えー、非常に友好的な人なわけだけれども戦争っていうものが人をそういうふうに変えてしまうっていうことに、えー、非常に驚きをかん感じていてですねこの何て言うんでしょう 階級的なアイデンティティというか自分たちは貧乏だというところで人があ貧乏には手に手を取っていわゆる連帯をしようというよりもですね、えー、民族的宗教的なアイデンティティを求めるとまあ幻想なんだと思うんですけどもそれを求めていくでそのそれで一致できるというそれでさっき言ったような あ学校の爆撃病院の爆撃っていうのはでき,るかできるっていうのはあこれはもう何て言うんでしょうか謎というよりはまあ皮ふんするんだけれども僕はどうしてもお日本という国の起こり方っていうのがまだまだ足りないなというふうに思ってるぐらいなんです,なんですね、えー。ロンドンドでは少し前になりますけれど50万人ぐらいが 反戦集会を開いたっていうふうに言われてますけれどもそのぐらいの起こり方をしてもですね、えー、仕方がないんじゃないかっていうふうに思ってる,と思ってるんですがね近未来の安定したイメージっていうのはないと言ってもいいんじゃないかと思うんですよ。それと知恵っていうか人間が持ってるウィズダムっていうか。知恵の,の,の中に えー、例えば核の不使用っていうようなことを、うん、強固にもそ,のそれを保持できるのかと核を使わないっていうことができるかどうかこれも僕は疑わしいというふうに思ってるんですね、えー、まあことごとに物事を悲観的に考えるのが僕の癖なんでどうしてもそう思ってしまう。 まあ、と同時にですね例えば核禁止条約なんか日本は例えば同調しなかったりする相変わらず10年一日のとくアメリカの後あとあとをついて歩いてるみたいなことがあるわけでですねそれについても非常に失望を感じるわけですけどつまり私なんかの世代ですね、えー、段階の世代よりも ちょっと前なんですけどの世代なんですけれども持ってきた人間とは何かあ平和とは何か戦争とは何か貧困とは何かあ階級的な矛盾とは何かというような一つ一つの定義ですねデフィニッションって言いますけれどもこれをもう一回やり直さないと定義をやり直さないと いかんかなあっていうふうに思ってるんですね。例えば人間的っていう言葉が僕らの世代は積極的な意味で使ってきたと思うんですね。肯定的な意味ですね。ただやっぱり今や人間的っていう意味の中にはかなり危険な要素も含めざるを得なくなってきてるんじゃないかっていうふうに思うんですね。人間っていうのは 例えば今、そのイスラエルの地上侵攻の中で,です、ね、戦っている兵士一人一人はです、ね、決して、えー、個人をとってみればです、ね、極悪非道な残虐者でも変態でもなん何でもないと思うんですね生真面目に上のに人間のやることを指示に従っているとこれはある意味でハマスもそうだと思うんです。 ただしそれを支えているのはあ大きな、まあ、共同幻想というかあパレスチナはパレスチナに共同幻想ディアスポラっていうんですか、あのー、イスラエルはイスラエルのですねユダヤ人のおアイデンティティとっていうものをが支えているとそのそういうものに共同幻想というか大きな幻想に支えられつつ血が流されると。 およそ病院とか学校でどういう理由にせよです、ねえー、爆撃するっていうのはこれは犯罪ですよね。僕は犯罪だと,犯罪だと思うしところがアメリカは支持してるドイツも支持してる、まあ、EU の多くが支持したりしてるこれをねもっと怒らないといけないというのがあの僕の考え方。 なんですねだから定義を人間はいろんな契機契機きっかけに従ってですね、えー、非人間的になりうるっていうことを踏み持つのが人間なんだとということをですね我々のお親たちの世代の戦争を考える上でもですね、えー、必要なんじゃないかなというふうに思うんです。 視点を変えてこの日本のことを考えるとですねあのー、今僕が話したようなことをこの目くじら立ててですね突然議論するとですね、えー、非常にキーな目で見られてしまうっていうところがあってやっぱり、えー、日本っていうのは相も変わらず非常に特殊な 歴史的な空間にふわふわ浮いてるんだなっていうふうに思うんですただやってることは着実に、えー、軍備増強をやってますし敵基地攻撃能力っていうのをつけようとする僕は非常にその敵基地攻撃能力っていう言われた場合ですね、えー、パッと思いつくのは 日本人がイメージしてるのは北朝鮮だと思うんだけれどもほとんど毎日ぐらい北朝鮮の動画を見るんですね。一人一人の顔を見てると例えばあ軍事行進、えー、軍隊の行進なんかについてとかもですねやっぱり我々と同じようなですね骨肉っていうんですか、えー、血が流れ,た流れている。 でですね、そういう身体構造を持ったあ人たちがあーいるわけですね。でやめた方がいいと思うのは一民族一国家を全体をクレイジーだというふうに断じてしまう断定してしまうのはもうそろそろやめた方がいいっていうふうに私は思うんですね。どうしても 日本っていうどちらかというと比較的にですね、えー、平和的な歩みを歩んできた戦後社会の中でもでもやっぱり近年は変わってきてきると思うんですそういう己のお姿っていうのをもうちょっと見直した方がいいと思うんですね。戦争っていうのは10波人からげにして爆弾を落とすものが戦争なわけですから。 あ,あの北の、えー、貧しい人たちの頭上にですね、えー、爆弾を落とすのかと果たしていいんだろうかということを考える他に、えー、やり方はないのかということに関する努力がですねどうしても僕はないっていうふうに思うんですね。ある意味でで日本的な常識から言えばですね北朝鮮っていうのは 不思議なわけで不思議だしあ脅,威で、まあ、脅威だと思う人も多いんでしょうでも僕なんか話す余地がないのかそれを見つけるのがですねさっ,きがさっき言ったような、H、っていううもんだと思うんですよねその「英知」っていうソフトの部分がどんどん後退して 敵基地攻撃能力に見合った軍事技術が何だとどういう兵器がを導入すればいいのかと,というふうな議論に、えー、ばっかりになっていくで一方でピョンンの側も大変な兵器をですね核兵器を増大させていくこれはもう大変なイタチごっこ 終わ,る終わるところのないですね板地横っていうよりも軍拡競争が続いていって一番やっぱりも、あのー、を考える人間としてはずさっき僕が言ってるように人間っていうものの定義を変えなきゃないってのはそれなんですね。僕は犬飼ってるけど犬はそんなことしないですから、ね、絶対。つまり犬は犬は僕にご飯くださいって言ってるだけで <laughs> なわけですから。 そういうね何て言うんですか僕はもうつまらないなと思うのはかつてのとも違うと思うんだけども加藤修一さんとか大江さんとかが生きてる頃ですね、えー、の論評とかはもっと奥行きがあったけどなと思うんですねつまり軍事技術ではない人間の恥とか人間の傲慢とか っていうものを少し退いて語る表現力があったと思う今それがなくてですね兵器の名前を羅列すればですね、えー、それで評論をしたような気分になっている、えー、メディア批判をしちゃあれだけれどもそういう番組はほとんどだと思うんですね。でそれに我慢しななきゃないでそれは なていうんですか、この我々の心の豊かさには全然ならないというふうに思うんですね。例えば僕は不思議だなと思うのは、あの某公共放送がですねえ続きまして AI による音声でニュースを流します。あのどういう意味があるのかってよくわからないですね。あんなに 有り余るぐらい人がいるところでですねなんで人は喋らないんだと、A、AI によるってあ,あれはいまだに僕はこの年になってやっぱりねなんでそういう必要があるのかもっと人間がもっと人が人の声で怒るとか叫ぶとかあ笑うとかっていうことの方が AI の音声よりも必要なんじゃないかと思うんだけれどもそれをいつの間にかスルッとすり替わってきてある意味で何て言うんですかね人間を放棄してるみたいな感じが僕にはするんですね。なこれが何で進歩なのかっていうふうに私には思うんですけども皆さんがどういうふうに思うか僕には分からないんですけれどもそういう意味では犬猫は あーの方がですね戦争はしないしネズミは取るし、まあ、うちの犬はおしっこしたりですねそこら辺にうんちしたり、えー、僕を困らせてますけれどもでもやっぱり基本な,なんて言うんですか関係性を和やかにしようという基本はあると思うんですね。 そういうものがやっぱりどんどん無駄なものとして削がれていくのがやっぱり残念だな残念だなと思うよりも本当のこと言うとやっぱりちょっとヒヤリとすするるものを感じるんですね僕はもう辞めましたけどもツイッターっていうのはやってたんですよ今 X っていうんですかヘッダーっていうんですかっていうところには死刑反対 帰っていったわけですよツイッターをやっていてもですね横あいからこの難癖をつ何て,て言うんですか言論表現というか人間が独り言を言ったりこうじゃないのかなっていうふうに思ったりすることを自由に語るっていう空間も僕ははっきり言って狭まってきてるんじゃないのっていうふうに思うんですね。えー、それと現在のの状況っていうのは あー一致しててるるっううような気がすすんですね思うんだけれどもルッキズムっていう見かけだけで人間を判断するっていうのは良くないんだけれどもやっぱり人間を目つきとかですねそれから所作ですね、えー、動作所作視線そういうもので、えー、判断するっていうのも,もう 実はあの表現上は大事だなっていうふうに思うんですね、えー、実際にはルッキズムっていうふうに、えー、10歩人からげにして、えー、否定するのはちょっと違うんじゃないかなって思うんですね人間の悪意とかああ人間のシャドーサイドですね暗い部分を描くのにその。 ぐっと踏み込んで描くのにはどうしても表現中の単力というか記録というか単力みたいなのが必要だと思うんですねそれがやっぱり今のメディアにもないあ何でもこの優しい上っ面のや安手のヒュ,ヒューマニズムだけで語るとするのはちょっと違うんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。で昔直接お会いしたことももあるんだけども フランスにジャンボ・ボード・リアールっていう、えー、哲学者っていうか思想家がいてですねこの人がちょうど大学に早稲田大学に講演に来た時に文を質問したことがあるんですけれども911に彼が非常に大変な鋭い分析をしたわけなんですけれども えー、それ以降についてですねこれから人間社会で起きることはあ人間たちがこの論理的に考えて、えー、運動ですねムーブメントとかの積み重ねの上で変革をしていくっていうようなことではなくて非常に興味深持思ったのは発作と経いではないかっていうふうに 彼は言うんですねこれから起きることってのは発作と痙攣だとほうっていうふうに思ってですねまあ僕には非常に分かりやすくてですね、えー、まあその段階ですでにジャンボード・リアールは癌だったんでしょうけれども亡くなってきましたけれどもいまだにその言葉がですね個々の状況があるためにあの 事件が起きるた、ねれれね、やっぱ発作と痙攣れんはいま、えー、だに続いてて今後も続くであろうっていうふうに僕は思っているんですね。で日本でもですねそれはあ同じだと思うんです。で今書いてる、えー、小説も まあ発作と痙攣に,に,についてみたいなもんまあ月もそ,そういえばそうっちゃそうなんですけども何かおためごかしの言葉は言うけれども実は違っていてですね実は次は AI による、えー、音声で流しますととういうようなああ 物事のの処理の仕方っていうんですかね、えー、人間における非人間的なものの突出っていうのがあこれからもっと多く、えー、出てきてそれが逆にまた発作と経いを,を刺激するとというふうにそういう時代が来るんじゃないのかなっていうふうに 悲観的なことしか言えなくて申し訳ないんですけども私はそう思うんですそういう意味ではロンドンでですね、えー、若い人たち中心に50万人も集まってですねあの戦争に、えー、激しく起こったっていうのがですね夏が近づいてくるとですね大抵戦争ものテレビラジオはやるわけだけれども その際の視点が年々、再々日本があたかも被害者だったかのようなですね、後、え、世、ー、にも全体として取ると、まあ、今の制作者、ディレクターたちはみんな若くなってるということもあるのかもしれないけれども、えー、自分たちが寄って立つ国の加害性ということについては考えようとしない。 ここれは不思思議なととだと思うんですね。それから大変な量の狩猟映像を持っ,て持っているわけだけれども中国で何したかっていうことはですねほとんど出てこないこれは不思議なことなんですね実はあるんですよ。で僕の父親も戦争行きましたから「1937」っていう本の中でですね、えー、だいぶ書きましたけれども あれにやっぱり目を背ける人が非常に多いということですね。静止しないっていうんですか、直視しない。えー、日本の加害性についてはあー目を閉じて、えー、あたかも戦争というものが自然災害のように語られる。で、その被害者として、えー、我々がいるんだと。という の根本的に僕は間違いだと思うんですねそういう形で、えー、戦後社会戦後を79年というのは経過してきた以上あーさっき言ったような敵基地攻撃能力とか核の核シェアとかですね核の共有とかですねということはあー 割合安直に語られるっていうことは全体としてこの国が少しやばい領域にですね入り込んでるんじゃないかっていうふうに思うんですねそれは昨日今日始まったことじゃなくて、えー、そういう戦争の前次大戦に対するあ総括っていうんですかがやっぱりちゃんとなされてなかったと。 あのドイツでさえですねイスラエルを全面的に支持してしまうという人間世界というもののパラドクスというかよじれ方というのはですね今、やっぱりなんていうか極大的にこのこの見ることができるわけでそれをちゃんと見ておかないとですねますます過ちを繰り返すんじゃないかという,ふうに僕は思うんですね新しい戦時下という言葉自体ね ぎょっとしたわけだけど、新しくうー言ったのはタモリが言ったされてるわけですよ。新しい宣伝でこれは僕は別のある文芸評論家が何十年前にこれは新しい戦時かって言っ,て言ったと思いますけども、う書いてるのを見てあこれはある昔からあるんだなと思うんだけどもでも。 僕はね、あのー、それが一番最初に言ったのは誰かというよりもタモリのその直感は正しいなと思うんですよ。でそれはあ我々も何て言うんですかそうだなというふうに思う,思うしそれからやっぱりもっと普遍して新しい宣伝ってどういうことなんだということを。 もっとと展開するる必要があると思う5年か10年ぐらい単して考えれば急速にやっぱりなんていうの使い古された言葉だけ,どもけれども受け加わしてるよねいわゆる古い言葉で言えば軍国主義みたいにもなってるしその裏付けとして今の総理大臣がいずれ防衛費増額をやると言ってるし防衛費自体が大変な額になってる。 世界の主情勢ウクライナであれガザであれ、えー、っていうものがあのー、受けかというよりも日本の軍事化っていうんですかね、えー、軍,事軍備増強の方向とつながっていることは事実です。それから気がつけばですね日本の自衛隊っていうのがあ世界有数の軍事力を持った国になっているの。で 尖閣で何かあったりするあるいは中国の交戦が日本の領海を侵すと,ということに対してやっぱりかつてよりすごく怒るよねでかつてより敏感になってるでそれが全体として世論というものを形作っていくそのことが防衛力の増強を の支えるる思想になっていくっててていいくう流れは僕は僕歴然としてあると思うでそれは警戒しなきゃいけないというのは僕の考え方だけれども警戒も何もそれ,をそれがマジョリティになりつつあるんじゃないかというふうに、えー、思いますねで。ですから風景としてはかつてとは 5年10年前とはもう一変してるんだというふうに思いますねテクノロジーは軍事も含めてね絶対不可逆的なもので、えー、後退はしないけれども思想は後退するんだよと対抗しますよというのはそのことですよだからなんとかミサイルだとかなんとかっていうのはどん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  進歩していくけれども人間それを使わないという一切軍備を使わないというふうな英知は全く進歩してない逆ですよね使う気になってる、えー、そのことをお皆さん警戒しようじゃないですかって言ってもあまり通用しないと思うんだむしろ今あなんて言うんですか好戦的っていうんですか あっていうふうな言葉の方があー人は耳を傾けるんじゃないかっていうふうにさえ思いますよね。はっきり言ってくれたとおいうふうに僕は思いますね。どうすればいいんだと立つのはどうすればいいんだとで僕の考え方はまあ,あ数十年前からそうなんだけど個人主義ですね。完全なパーフェクトな個人主義でただし断固たる個人主義で。 でやるっていうことですね。私は知らしランユウと逃げるんじゃないですよ。あ,あやっぱりあの機会あるたびにですね、あの自分の考え方をルルやっぱりあの苦,苦しくても喋らなきゃないとということだと思いますよね。ただその朝掘りはダメですよね。表面をかい,かいなでするぐらいのことを言ってですね、あの。 いい方今善悪のいい方の側に立とうとするような小づい考え方じゃ違ううと思うんだ、ね、ただあのー、かつての太平洋戦争の時もねそうだったんじゃないかと思うんですよね。何かを自説を権力におもねないで、えー、取ろうとしたらですねやっぱり。 本当に純粋な個人主義にならざるを得ないんじゃないかというふうに思うんですね。ただそれはあのー、世界の動きそれから日本の動きに目を閉じてで自分が好きなように生きるのとはちょっと違うんじゃないかというふうにも思うんですよね。うん、物事の平板平凡化とその単純化っていうのは戦争の極めて大きな 特徴だっていうふうに思うんですねでそれがその時代がまたやってきてると間違いなくやってきてるっていうふうに僕は思ってるんですねでドイツですらそうではないかっていうふうに思うんですねでこれはドイツの知識人たちの中にもそのことを今しきり弾いてる人たちも中にはいるわけですねだから人間をもっと子の目で えー、集団の目ではなくてこの目で見るっていうかなあのメディアから離れて、えー、この目で見,見つめるっていう作業が僕は必要だなっていうふうに思ってますねいかがでしたでしょうかこのインタビューは先月19日に収録されたものでメディアに肉声でお話しされるのは かなりり久しぶりだったようです。辺見羊さんはかつて癌を患い脳出血で右半身が不自由になりながらも79歳の今も精力的に言論活動を続けています書物としては今年7月に「入り江の幻影」という本が毎日新聞出版から出されていますまた2018年に出版された小説「 月は今年10月に公開された宮沢理恵さん主演の映画月の原作であり社会に大きな波紋を広げています辺美さんは今新たな小説の執筆に取り掛かっています小説家詩人ジャーナリストとして今後も世の中へのその鋭い眼差しが注目されます